こんにちは、新平です。今週も週刊 B リーグの動画をお送りします。この動画は1週間で起こった B リーグとバスケットボールに関するニュースを紹介しています。本日はタイトルにもある通りビッグな移籍のニュースが入りましたので、号外という形で動画をお送りしていきたいと思います。今回もぜひ最後までご覧いただければ幸いです。はい、まあ今回大きなニュースというのはライアン・ロシター選手がアルバルク東京に加入したというニュースなんですけれども、ロシター選手のことをご存じない B リーグファンの方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、まあ念のためまずは簡単に紹介させていただきます。ロシター選手はシエナ大学を経てフランスリーグと NBA 下部の D リーグ、現在の G リーグでプレーして24歳の若さで来日、当時のリンク栃木ブレックスに入団し、8シーズン一貫してブレックスでプレーしてきました。NBL 時代からリーグベスト5やシーズン MVP を受賞。 B リーグ開幕後は個人賞こそありませんが、2019年の天皇杯ではベスト5を受賞しています。2018年12月の琉球ゴールデンキングス戦では1試合52得点の B リーグ記録を樹立し、この数字は今も破られていません。2019年12月に日本国籍を取得して、2020年2月のアジアカップ予選チャイニーズ台北戦で代表デビューしました。このゲームでは17得点19リバウンド7アシストの大活躍、まあ、新型コロナウイルスの影響もあって久々の代表戦となった6月19日の中国戦でも15得点6アシストと日本のトップパフォーマーとなりました。先ほどタイトル歴をね、ご紹介したんですけれども、まあ、そこからも伺える通り、ロシター選手の特徴は、そのアンセルフィッシュなプレイセレクションを厭わないスタイルにありますね。自分でオフェンスの組み立て、パスの出し手になることもできますし、4シーズン連続で得点とリバウンドでシーズンダブルダブルを達成しながらも、アシストも4シーズン連続で1試合平均4本超えを記録しています。スリーポイントシュートは1試合平均2本程度の試投数ではあるんですけれども、40% 前後の成功率を記録していまして、クローズアウトに対するドライブ、ポストアップからのフェイダーウェイシュートと得点パターンは非常に多彩なんですよね。ここぞという時の勝負強さも非常に頼りになる選手です。2013年に24歳で来日とお話ししたんですけれども、まあ、実は田臥選手との縁があっての来日なんですよね。ロシター選手の代理人を務めていたジャレン・アカナさんが、田臥選手がプレーしていたブリガム・ヤング大学ハワイ校であったり、NBA のキャンプに参加したナゲッツのコーチを務めていたそうで、アカナさんの紹介で、ロシター選手の VTR を見た田臥選手が、ぜひ一緒にプレーしたいと思って、熱心にロシター選手を誘ってブレックス入団につながったんですね。ロシター選手はブレックスでの背番号は、来日からはね、32番をずっとつけていて、それから2018、19シーズンから変更したのが22番なんですけれども、日本代表ではリスペクトしている田臥選手が、クラブでも代表でも背負っていた0番をつけています。帰化選手ということで、当然ながら、まあ、海外、アメリカの出身なんですけれども、ブレックスでもキャプテン手を発揮して、味方を鼓舞するシーンというのは常に見られましたし、先日まで開催されていたアジアカップ予選についても、B リーグのプライドを証明する戦いと話してくれていました。チームに対する責任感を持つことができる素晴らしいリーダープレイヤーだと思います。はい、それではそのロシター選手が加わるアルバルク東京のロスターを見ていきましょう。現在ロスターは12名が確定しています。外国籍枠が1枠まだ決まっていないんですね。そしてルカ・パビチェビッチヘッドコーチとの契約が満了となるヘッドコーチも未発表という状況です。安藤選手、ロシター選手、サイズ選手といった大型補強がね、非常に注目を集めているんですけれども、一方で日本代表候補の安藤誠也選手や竹内譲二選手を含む主力選手を放出していまして、近年ではかなり主力メンバーを入れ替えた方ではないかなと思います。ポジションとサイズで見てみますと、もともと小さいチームではないんですけれども、今シーズンはさらにサイズアップされた印象がありますよね。で、ガードの笹倉選手はレンタル移籍からの復帰なんですけれども、まあ、このまま行くとアルバルクでプレーするかなと思います。まあ、ヘッドコーチも決まってませんので、田中選手の起用法というのはまだわからないんですけれども、まあ、笹倉選手、かなりチャンスがあると見て良さそうですね。逆に安藤修斗選手が加わったことで、まあ、昨シーズンブレイクした小坂部選手はね、なかなかの試練になるかもしれません。ハンドラーやビッグマンと比較すると、やや3番のポジションが手薄かもしれません。新学国籍選手を獲得するなら、ウィングのポジションもできた、インサイドも戦える、3番と4番を兼ねられる選手がベターですよね。今シーズン所属していたデション・トーマス選手と再契約ができれば3番起用もあったかなというふうに思うんですけれども、本人がツイッターでフリーエージェント、つまりアルバルクとの交渉も終了したことを匂わせる投稿を6月19日にしていたので、まあ、完全に新しい外国籍選手を獲得することになるのではないかなと思います。タイプ的に言えば、滋賀から熊本に移籍したハミルトン選手であったり、琉球のエバンス選手のようなタイプがいいと思うんですけれども、あるいはシャノン・ショーター選手のような、よりハンドラータイプの選手でも面白そうですよね。
はい、そしてアルバルク東京の来シーズンの基本布陣というのを予想してみました。まあ、基本的にカーク選手またはロシター選手をフロントコートに置いて、まだ決まっていない新しい外国籍選手を3番に置く布陣がベターかなというふうに思います。まあ、先ほどこの新外国籍選手を獲得するにあたりどんなタイプの選手がいいかっていうお話をしたと思うんですけれども、もちろん川崎ブレイブサンダースのようないわゆるビッグラインナップを組むという考え方もあります。ただすでにサイズ選手、ロシター選手、カーク選手というねビッグマンを3人も揃えているので、宇都宮ブレックスや千葉ジェッツのようなウィングタイプの選手を入れる可能性も十分にありそうです。ヘッドコーチがね未確定ではあるんですけれども、まあ、今までアルバルク東京が実践していたような強度の高いディフェンスとピックアンドロールから臨機応変にオープンショットを作り出していくプレーというのを再現できるのは後者のタイプかなというふうに思いますね。それから賢明なリスナーの皆さんはすでにお気づきだと思うんですけれども、まあ、この陣容っていうのはまさにファイナルに進出した宇都宮ブレックスや千葉ジェッツと近しいラインナップなんですよね。ビッグマン2名にハンドラー、ウィングの外国籍選手というスタイルですね。帰化選手がアドバンテージを持っているのは以前からだと思うんですけれども、今シーズンから外国籍選手のベンチ入り人数が変更されて B リーグの戦況を大きく変えました。昨シーズンまではオンザコート2、まあ、といってもベンチ入りした外国籍選手2名が共に毎試合フル出場するのは現実的ではないので、実際はオンザコート1で戦う時間帯というのは少なからずありました。まあ、それが今シーズンから外国籍選手ベンチ入りが3名までということになったので、まあ、外国籍選手をローテーションしながら常時2名コートに置くことができるようになったんですね。でアルバルクは編成上センターはカーク選手のみ、残りの2名の外国籍選手は、まあ、テクニカルなタイプのパワーフォワードという体制で数年間戦ってきていました。もともとこのスタイルは唯一のセンターであるカーク選手に対する負担が、まあ、かなり高かったんですけれども、まあ、竹内ジョージ選手がいたので、ジョージ選手がカーク選手が下がった時間帯を埋めること、まあ、相手も1番手のセンターが常にコートに立てるわけではなかったので、ピカ選手がいなくても、まあ、十分に戦うことができていました。ただ先ほどからお話ししている通りでルールが変更されたことで、カーク選手に対して常に強力なセンターどちらかをマッチアップさせることができて、逆にアルバルクはカーク選手が下がった時に大きなディスアドバンテージを受けることになってしまったんですね。そこでジョーンズ選手、トーマス選手を、まあ、センターにしてもなかなか難しかったですし、帰化選手を要するチームであったりとか、3番あるいはハンドラーに外国籍選手を置くチームっていうところに、まあ、かなり苦戦を強いられてしまっていたんですよね。これを今シーズンのこのロシター選手、カーク選手、サイズ選手、それにプラス新しい外国籍選手っていうところで、まあ、解消してきたっていうところがありますよね。でフロントコートと外国籍選手の話ばかりしてきたんですけれども、まあ、それ以外のポジションも、今シーズンは非常にバランスが取れています。ハンドラーは小島選手と田中選手、田中選手は日本代表ではガードを務めることが多くなってきているんですけれども、まあ、昨シーズン以前からアルバルクでもスクランブル時はガードを務めていました。安藤誠也選手を放出したんですけれども、田中選手が1番にスライドできることと、ウィングには屈指の日本人シューターである安藤修斗選手の加入でオフェンスがかなり強化されましたし、昨シーズンブレイクした小坂部選手はかなりポジション争い厳しくなったと思うんですけれども、まあ、これを打破することでより一層伸びる可能性もあるんじゃないかなと思います。安藤修斗選手は状況によってはね3番を務めることもできそうですし、まあ、3番のスターターに外国籍選手が逆に入るのであれば、相手のラインナップ次第で菊池選手であったりザック・バランスキー選手など激しい守備とファールをうまく使える選手というのをポイントポイントでディフェンス要員として起用するなど、攻守に非常に臨機応変な布陣を組むことができそうですよね。はい、それではロシター選手が加わるアルバルク東京の注目ポイントまとめです。サイズ選手&ロシター選手加入でカーク選手の負担減、巨大戦力を保有、新外国籍選手を3番に使えるフロントコートの選手層、攻撃型守備型と組み替え可能なバランスの良いロスター、安藤修斗選手の加入で攻撃力アップ、田中大輝選手の起用法に幅が出たと、菊池選手とバランスキー選手が貴重な汚れ役として貢献というようなところとなっております。いかがでしたでしょうか。本日は週刊 B リーグ号外ということでロシター選手のアルバルク東京加入についてお話ししました。まあ、とはいえ私もねアルバルク東京の試合を全て見てきているわけではありませんし、ロシター選手やサイズ選手のプレーをつぶさに見てきているわけでもないので、まあ、不足している情報であったりとか想像力だったりイメージが足りない部分も多いんじゃないかなと思います。このあたりですね、ぜひコメント欄でご意見をいただけるとありがたいです。このチャンネルでは B リーグを中心に日本バスケットボールに関する動画を毎週アップしておりますので、今後もご覧いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画概要欄に参考サイトなどの URL も貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。また今回の動画で何か発見があったとか面白いと思ってくださった方はコメントやご登録いただけると嬉しいです。ありがとうございました。